とは言えるでしょ。それはもうね、絶対意味ない。まあでもチーム内のが言いますね、それは。お前なんかしてたっけっていう、分かってても言いますけど、はい、まあ、意外と動いてます。さあ、でも皆さんがね、考えてた今年は優勝でしょ、皆さんね、優勝、優勝、この拍手にどう答えます？ちょっと1個言ってもね、僕らからさ疑問があるんですよね。カチャ客来るって思うんです。頑張ってよ、ちょっと勝てば客が増えるっていうのが本当にイコールだったらいいなと思うんですけど。優勝、優勝、頑張って。イコールじゃない気がするんですよ。違う、でも勝っても負けても皆さん行くんでしょ。キャッチャー50試合以上行った人います？絶対いないでしょ、ほとんどいないでしょ。いる50試合行くってほぼいるよ。あ、俺が一番行ったんじゃないかって出会ってください。何試合行きました去年？89。生活大丈夫ですか？生活大89でも嬉しいな。いや、すごいことです、本当にすごいと思います。89、はい、でもやっぱり行ってホームラン30本出ました。30本打つんだったらチーム変わらないと無理ですね。はい、ホームラン30本、まあ、ちょっと狭い球場にしてもらえればいいんですけど、はい、名古屋ドーム30本打とうと思ったらブランコぐらいにならなくて。名古屋ドームちょっとでかいっすね。まあ、なんかやっぱお客さんいる方が試合でこうテンション上がるのは確かです、はい、なんで来てほしいですよ。あ、お客さん、え、お客さんが来たら勝てるっていう風な流れにしてほしいですね。あ、逆に。なるほど、ね、はい、はい、大丈夫、打つ時は打ちますから。ダメな時はダメです。正解。でもやっぱりそのぐらい打つ気持ちでは言ってるわけでね。もちろんです、もちろんです。はい、ね、じゃあまあ、トムさん、今日お集まりのお客さんに優勝宣言とは言わなくても、なんか一言メッセージお願いします。いや、豊橋市民球場では本当にすごい人なんで、はい、選手も唯一のこの地方球場すごい楽しみにしてますよね、藤井さん。そうですね、もう楽しいでしょうね、豊橋に来るの。豊橋市民球場凱旋っていう気持ちになれる。はい、はい、凱旋、はい、やっぱり地元に里帰りみたいな。そうですね、はい、はい、豊橋の皆さんも名古屋ドームまでいっぱい来てください。はい、それはね、そうですね。はい、じゃあ武藤さん、メッセージお願いします。そうですね、藤井さんと野本さんと、みんなでヒーローインタビュー受けれるように頑張ります。ヒーローインタビューはかっこいいよな。あ、やっぱりおめでとうございます。練習してみるか。どうさん、おめでとうございます。ありがとうございます。やりましたね。ありがとうございます。ナイスピッチングでした。ありがとうございました。はい、はい、どうした、今日はどこら辺で勝てるなっていう勝ち気がありましたか。最初から、はい、勝てるなと思いました。じゃあ今日お集まりの満員のお客様の前に、はい、今日のメッセージお願いします。はい、寒いけど頑張りましょう。結局寒いんかい、結局寒いのかい。はい、じゃあ特に少年野球ファンがいますんで、そうですね、さんからの地元の少年野球ファンにメッセージお願いします。豊橋出身のプロ野球選手がね、どんどん増えるっていうことを楽しみにしていますので、一生懸命頑張って、まあ、中日じゃなくてもいいんでプロ野球選手になれるようにね、なりたい子になれるように努力だけ押します。頑張ってください。はい、プロ野球選手になりたいの？なりたいでしょ。こなされてるエキストラじゃないでしょ。大丈夫ですね、大丈夫ね。いや、あとあと持たされたんだよ、売れない球が500円のアルバイトで違っちゃうね。じゃあここでですね、全員今年中日ドラゴンズが優勝できますように、藤井選手、野本選手、ね、武藤選手、頑張るぞ、おう、西田、頑張るぞ、おう、3回お願いします。それではご祝賀お願いします。本年度中日ドラゴンズが優勝できますように、藤井選手、野本選手、武藤選手、頑張るぞ、おー、頑張るぞ、おー、ありがとうございました。はい、この場所がいましてですね、最後
抽選会とかもありますんで、また泊まってください。